ゆっくりしていってね。どうも、ゆっくりヨウムだにょん。皆さんは、噂の新プラモシリーズ、30mm、こと、30ミニッツミッションズ、は、ご存知ですか？知らない方は今すぐ検索、または、このチャンネルの一つ前の動画を見てみてほしいにょん。今回は、その前回の動画で登場した、3機の改造アルトをよく見せてほしいという声にお答えして、作成しました。塗装なし、工作なしで、色違いパーツの組み合わせと、オプションパーツを取り付けただけの、オリジナル機になりますが、よかったら見ていってくださいにょん。まずはこちら、アルト、ホワイト、をベースに、ブルー、イエローと装甲を交換、銃は、中くらいの、アサルトライフル風のものに換装、格闘戦用にナイフ状の刃がついたナックルガードを装備しているにょん。イメージは、物語の主人公が乗りそうな、ヒロイックな雰囲気を持ちつつ、スーパーロボットではない、シンプルな量産機を目指してみたにょん。お次は、こちら、アルト、ブルー、をベースに、イエローの装甲と、長距離狙撃用オプションアーマーのダークグレーとブルーを、取り付けて、銃は一番長い、スナイパーライフル風のものに換装したにょん。前の動画でも言ってたんだけど、アルト、ブルー、の装甲と、長距離狙撃用アーマー、ブルー、は、成型色がほとんど同じで、個人的に気になっちゃったから、ダークグレーのものに変更したにょん。長距離狙撃用アーマーの独特の頭部は、部分塗装してみても面白いかなと思ってるにょん。最後は、こちら、アルト、イエロー、をベースに、ホワイトの装甲、近接戦闘用オプションアーマー、オレンジ、を、取り付けて、絵の長いバトルアックス風の武器を担がせてみたにょん。オプションウェポン1を作った人はわかるんだけど、この斧、反対側にも刃がついていて、ピッケルのような使い方もできるにょん。切ってよし、貫いてよしのデンジャラス武器だにょん。カイゼルヒゲを思わせるフェイスガードが、独特の個性を醸し出してるにょん。あと、今さら気づいたんだけど、オプションアーマーに墨入れするの忘れてた。以上になります。組み立てやすいパーツ構成、を求めやすい価格で、気軽に、お手軽に楽しめる、30ミニッツミッションズ、一つ手に取ってみてはいかがでしょう。品薄状態ももう解消されてきてますしね。それでは、今日はこの辺で、また、会おうぜ。あわわわわわおろろろろわあだあわわわわわ、あわわわ油断したあわわわわわわ、足がああ、足がああ。チャンネル登録よろしくだぜ。